はい、どうも、ハリウッドでーす。さあ、今回、妖怪ウォッチワールドコラボガチャ来てるんで、こちらの方を引いていきたいと思います。さあ、星6が5体。星5が2、4、6、7体ですね。で、星5の冬にゃんだけ 3.5% で、あとはまあ 2.5% で、まあ、12.5 よね。なんですけど、多分結構ガチャの確率自体は結構渋いなってのを聞いてます。で、一応、まあ、妖怪ウォッチ、僕序盤しか見てなくて、ジバニャンぐらいしか知らないんですよね。あとの、コマさんだったりとか、吹雪姫、エンマ大砲、ヌラリヒョンとかもあんまわかんなくて、妖怪ウォッチは、ちょっと若干疎いところはあるんですけれども、まあ、なので一応、まあ、無料の1個、無料1ガチャプラス、来てるんでですね、無料1ガチャ、あと未然に切って1ガチャかなって感じですかね。そんなにガンガン引いて回したいって感じかどうかって言われたらちょっと微妙なんで。なぜかというと、そんなに妖怪ウォッチに思い入れがないから。って言ってしまっていいのかな。すいません。ずっと Wi-Fi 環境が悪くて。まあ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 。行きましょうか。さあ、ということで、1回目開催記念妖怪ウォッチワールドガチャ、引いていきたいと思います。さあ、何が出るかな？もちろん、まあかなり渋いとは聞いておりますよ。渋いとは聞いてるんで、さあ、1回目、ただガチャ、ましょうか。まあ、この時点で毎回言いますけど、何が来てるかは決まっております。はい、回す。おー、かわいいですね。コラボガチャのこのガチャドラがどう変身してるかっていつも楽しみなとこではありますからね。さあ、下げましょう。さあ、どうだ？はい、金。まあ、ですよ。で、この子は、コマジロウ。コマジロウくんね。コマジロウ、コンボ強化。一旦だと回復力が2倍、全ドロップ引き回復で進化後は、ああ、メダルになるのね。ああ、雲耐性。ああ、ありがとうございます。雲耐性はありがたい。1ターンの間、1コンボか3全ドロップヒット引き。いいっすね。これは結構ありだと思うんですけど。コマジロウくん、メダルとして。ありがとうございます。ああ。ちょっと、保護しなかったですけど、ちゃんと保護しますね。さあ、ということで、未然に切ってもう一回引きましょうかね。さあ、もちろん星6が出るといいんですけど、結構今、コマジロメダル、かなり個人的にはありだなと思ってるんで、まあ、ダイヤ出たらほぼ、ダイヤが出たら、ほぼ確で、はい、すいません。ダイヤが出たら、ほぼ確で大当たり確定なんですけど、まあまあまあそうでないですよ。コラボガチャですごくいいのを持ってるってのも僕はあんまないですから、まあかなり自信はないですが、さあさあ、下げてね。握手して下げた。さあどうだ、うぅ、はい、金ね。コマジロウ、ニコマジロウです。ニコマジロウでした。ああ、まあでも、さっき言ったみたいに、これスキル、メダルとしてはかなり優秀だと思うんで、で、回復強化でしょ。で、スキルも結構いいっすもんね。キパに。1コンボ加算で。いやー、ありがとうございます。もう一回引こうかな。どうしようかな。2回で終わる予定だったんですけど、まあもう一回引いてもいいかな。もう一回引きます。ちょっと他のも欲しいからね。これだけじゃ。一数、二回引いて同じの一体、同じの二体って、実数一体しか引いてないのと一緒な。もう一回だけ回します。あ、珍しいパターンですよ。ここまで自分が未然を切るのは。さあ、下げていきましょうか。
下げて下げて下げてね。さあ、こい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 、くっ、最近まあですよ、分かってたことだけど、すごい大事なところで、いい、はい、出てきました。これ人面犬なんですね。おっさんがマックス HP があるけど、ちょっとやめて、超追加攻撃があるのか。なるほどね。で、進化すると、進化用キーラー2個に HP 回復。で、貴族性効果、最上段期。使うかどうかはどうなんでしょうか。まあまあまあ、こんなとこでしょうな。さあ、まあこんな感じだったんですけど、まあ駒次郎はすごくありがたいですね。メダルとして使っていきたいかなと思います。まあ今なんで他の引かないかって言われると、今魔法石受講戦国スーパーゴッドフェスが来てるんですよ。どっちかっていうとこっちの方を何回か回したいなって思ってるんで、ちょっと石は温存かなと思ってます。さあ、ということで、妖怪ウォッチワールドコラボバーチャー聞いていきました。まあ2週間あるんで、まあ、こっちのクエストとか来てるんで、いや、そっちの方も楽しんでいきたいですね。めっちゃ切れる。はい、すいません、もう何回も綺麗すぎたな。これお蔵入り可能性までありますよ。さあ、ということで、かなり何回も回線切れちゃいましたけど、妖怪ウォッチワールドコラボ楽しんでいきたいと思います。それでは、ご視聴の方ありがとうございました。また次はホットフェスかな。頑張っていきましょう。さあ、それでは失礼いたします。バイバイ。